ウィアダル遊戯王動画つわけでやっていきましょうか。なんかどっかで見たことあるかもしれないけど、パクリは一旦パクリじゃない、とてもパクリだ。今回は私がね、バンファイア使います。映画なんです。右と左ひっくり返しといてね、サムネイルだけど。分かった、意味怖いな。怖いですね。いきましょう。最初はグーじゃんけんぽい。ここ嘘でしょ。召喚コが使います、はい、対象こいつデッキからアンデッド送る。ここで送るアンデッドは、目付きでレベルが4つになったよと。エンドじゃね。ドローフェイボイスビーチわかんないか。オッケー。じゃあ効果発動メインフェイキュー、はい、決めるから。メインフェイ召喚。はい、じゃあワンド召喚いいとこか。はい、召喚されたんでルーラーボ出た。はい、効果。はい、リコン召喚。はい、じゃあワンド召喚。リコン効果。はい、召喚。はい、ラーボ効果。はい、召喚。ワン、はい、ツー、スリー。じゃあ3処理からいいですか。はい、じゃあ破壊入れて。ワンで、2処理でパンプで1処理。じゃあ123スリーを実践じゃ変えるから。ラーボ殺されないの前提だったからな。そうだろうな。はい、じゃあアタックバトル。宣言時バンバイフロイアインの効果使います、はい、こいつお手札から特殊召喚したいな。いい、うん、OK。 じゃあ特殊召喚します。じゃあ効果使います。そうそう、ライフを300点払う。損戦闘のライフだけ300点上昇します、はい、100回で1、はい、でこれ別にターン1制限ないです。これがライフを払いまくれればいくらでも超えたから3000まで払えるから、はい、エンドドロスタンバイメフィス効果どうぞ。対象はこいつ自身。バンバイの使い魔を送ります、はい、でレベルを1個上げて5にした。どうぞ。墓地に存在する目付きの方が起動します、はい、こいつを除外して墓地のこいつを蘇生したい、はい、じゃあ特殊召喚。じゃあ効果ライフ500点払います。デッキからヴァンパイアモンスターサーチしたい、はい、でヘッドバラユニゾンビの能力使います。どうぞ。手札の目付き切ってレベルを1個上げます。どうぞ。ヴァンパイアディザイア発動します。はい、対象このヴァンパイアの使い魔。どうぞ。でいいですか。じゃあデッキからヴァンパイアを1枚墓地送って、あ、じゃあ何かね、発動して墓地送ってレベルをと変えたかった。生贄召喚。はい、でヴァンパイアの領域プレイします。どうぞ。2400でこっちにアタックしたい。どうぞ。じゃあ OK。 じゃあ破壊。ヴァンパイアの領域があるのでヴァンパイアモンスターが戦闘ダメージを与えた場合、俺は与えた分だけライフを回復します。ユニゾンビでビートにアタック。はい、100点ダメージ。バトルフェイズ終了し効果使います、うん、このモンスターが戦闘を破壊したモンスターを、コントロールダッシュします。なんでこいつをパクります。そしたらここでエクシーズアルダンビールヴァンパイア、はい、どうぞ。シェリラ通称コエス。コエスの方が使います。じゃあまあ、とりあえず破壊したいなと。墓地を送りな。そこからこいつも死ぬよと。エンドフェイズドローフェイズ。はい、1枚吸ってターンエンド。じゃあドロースタンバイフェイズメフェイズ。ユニゾンビ効果使います。対象ユニゾンビ自身で、どうぞ。じゃあ自分のデッキから墓地に、あれを送ってレベルを1個上げます。墓地の目付きの能力を起動します。どうぞ。除外して対象はここ。はい、じゃあ特殊召喚。じゃあ効果、ライフを500点払って発動します。ヴァンパイアスカージェットをサーチします。どうぞ。じゃあバトルイース、500でアタック、はい、領域があるんで俺はライフを500回復します。1300でアタック。メイン2入ります。7と1でシンクロ召喚。タイフレームロードオメガを出します。で、はい、ターン終了。ドローフェイズスタンバイフェイズ効果対象こいつ墓地に戻したい。どうぞ。はい、引き伏せ。はい、あ、墓地に戻っとるよ。え、これを、あー、いいよ。オッケー。はい、ちょっとじゃあ速攻魔法やばい。はい、はい、エンド。ドローフェイズスタンバイフェイズメイビーズユニゾンビを召喚します。じゃあセントフェイズあります。2800で攻撃、はい、1300で攻撃。メイン2飛んでエンドまで行きます。はい、ドローフェイズスタンバイ効果対象この子。はい、はい、召喚どうぞ。効果メインフェイズなんで、はい、召喚、はい、チェーン1、はい、チェーン2、2の対象、はい、じゃあ2処理からで破壊されて500回、はい、ダーエンド。エンドドロー1600でしょ。そうだよ。戦闘、はい、ミニゾンビではアタック。ドイツを、こっちを。オッケー。攻撃宣言時効果使います。ダメージ計算の時ね、800払います、うん、で2100にします。でアタック、はい、1600ダメージでしょ。ちょっとそれで、はい、ありがとうございました。2戦目おい、息切れ早いんだよ。知らない、それで決まるの。先後選んでいいよ。うん、後だよ。あと後デッキだもんこっち。優勝かなんかある。はい、効果使いたい。はい、リリースしてユニゾンビ。はい、じゃあユニゾンビ効果使います。対象ユニゾンビ。どうぞ。じゃあ墓地送ります。どうぞ。じゃあ効果使います。除外して対象この子何かある。ない。じゃあ蘇生します。いいよ。はい、
で、シンクロ召喚します。サイフレームロードオメガを立てます。はい。どうぞ。で、カットお願いします。エナフェイズマンいきます。ローフェイズ。スタンバイフェイズいい？どうぞ。効果、対象こいつ、なんか、墓地に戻したいな。いいよ。はい。対象は戻しゾン。反復横跳び始めやがった。チェーンいいっすか？どうぞ。いいよ。はい、俺なんて、どうせ俺なんてって。どうせ俺なんて。はい。はい。どうせ俺なんて。どうせ俺なんて。あ、チェーンかな。はい。よいしょ。バトル。はい、出られます。エンド。メインフェイス終了時、効果使います。いいよ。一枚除外しようぜ。いいとこ行こうぜ。ドロ。じゃあ持ってきます。セット。ヴァンパイアの領域発動。どうぞ。ライフ500点払います。どうぞ。ヴァンパイアの召喚券を1回購入します。じゃあ、リリースして通常召喚。OK？ いいよ。セントフェイス、レッドバロンでアタック。はい、700ダメージかな。領域の効果で俺ライフを、700回復します。いや、まだこれは、2800でアタック。はい、バドレイジュージ。どうぞ。レッドバロン効果。いいよ。殺したモンスターを俺の場に出します。いいで、短縮します。ドローフェイズ、はい、あ、スタンバイフェイズ、効果対象いいよ、押します、笑えよ、はい、なんでそんな卑屈にドリンコスメトアップよね、はい、ドンパドンパ、ドンパじゃないね、ビート、はい、ビート召喚、はい、ビート効果召喚、はい、ワンツー、いいよ、ダッチするの、何をするの、ブラウン、はい、じゃあ、あれか、坊主めくりか、せーの、はい、1枚だけだよ、加わり10だな、その強さバトル、オッケー、こっち、相打ちならいいか、うん、いいよ、はい、ターンエンド、ドロスタンバイ、メミリス、俺なんてワバイのルーツ、バトル、うん、2-4でアタック、1200ダメージ、ヴァンパイアの領域の効果で俺は1200ライフを回復します、1700で攻撃、メミリスおいで、効果でこいつを蘇生します、いいよ、で、3周します、ドローフェイス、はい、まあ、9400で想像しないやろ、どうせ俺なんて、どうぞ、効果、効果、はい、特殊か、はい、効果、ドンパ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 、ドロンパ、ドロロロンパ、はい、効果、はい、特殊召喚で効果、シール効果、戻すのはもちろん、ドロン、はい、そして効果、はい、召喚、はい、で、ドンパの、ドンパで高い、しゃ、効果、ブラブ、はい、ブラブ効果、はい、召喚、チェーン組んで、チェーン、ワン、ツー、いいよ。通行か。2、3、4枚目。さあ何がある？そっち、はい。で、ブラボの火力で全員500点。火力で効果全部500上がる。はい。アタック。2000、いくつ ?400? 2400。どうせ俺なんてアタック。500なので1000点入る。500。ダイレクト。1700。攻撃宣言時かな。どうぞ。ヴァンパイアフロイラインの効果使いたい。ですよね。はい。1700回もらいます、ダイレクト、いくつ、1200、ダイレクト、3300、ゴリゴリこっちのライフ削れたぞ、ターンエンド、ドロ、とりあえずここが使いたい、蘇生対象はお前、どうぞ、 OK、 じゃあ蘇生します、愚かの埋葬をプレイします、デッキから落とす、どうぞ、剣族を送ります、どうぞ、墓地のヴァンパイアの剣族の効果使います、どうぞ、領域を墓地に送ってこいつを蘇生します、なんかある、いいよ、 OK、 蘇生、じゃあ使いの効果、ライフ500点払って効果起動します、デッキからヴァンパイアモンスターを探す、ただサーチャーできるよね。うん。じゃあ、剣族にするか。どうぞ。召喚剣族。効果、ライフ1000払います。相手の場のモンスター1体と自分の場のモンスターのコントロール入れ替えます。何かある。よし、ラファルゲットだぜ。バトルレーザーあります。どうぞ。レッドバロンでドンパに攻撃。はい。吸引 ?1900 ダメージ。はい。ありがとうございました。あっぶねえ。どうやねん。はい、いかがでしょうか、どうせ俺もうスタートのテンションからも急転直下や、誰か今俺を笑っただろ、スタミナねえなって思っただけ、うん、影山俺と一緒に地獄を見ちゃう、影山じゃねえし俺、ここまでのご視聴誠にありがとうございました、動画に対して何かあったら評価とかコメントとか、どうせたらくれると嬉しいなとか思ったり、はい、思わなかったり大丈夫なんだりなんでよろしくお願いします、では次回の動画でまたお会いしましょう、ウルンでした、サクエルモンでした、サゲーン、パーフェクトハーモニーはもうないんだよ、知らねえよもう